マッカビネタニア FC は、イスラエルの都市ネタニアを本拠地とする、サッカークラブである。クラブは1934年に設立されて以来、イスラエルの最上位リーグに48シーズン、在籍した経験を持つ。設立当初は、緑と白のストライプのユニフォームを使用していたが、1975年には、黄色と黒のユニフォームへ変更している。 クラブは1970年代から1980年代初頭にかけて5度のリーグ優勝、1度のカップ優勝を成し遂げ、イスラエル代表に数多くの選手を送り出すなどの前世紀を迎えた。しかしながら、1990年代に入ると実力は低下し始め、1部リーグと2部リーグを行き来する状態が続いた。 2005年に一部リーグに復帰を果たすと、2006年にユダヤ系ドイツ人の実業家、ダニエル・ヤマーがクラブを買収。数多くの新外国人選手を獲得するなどの補強を進め、2006から07、2007から08に、2シーズン連続でリーグ2位となる成功を収めた。2008年4月には、 往年のドイツ代表のスター選手、ローター・マテウスを監督に迎えた。ありがとうございます。